はい、それでは本日の質問です。本日は T さんからの質問です。私はスイングをしていてどうしてもフィニッシュで左足が流れてしまい、しっかりと立つことができません。しっかりとしたフィニッシュを決めたいのですけれども、どうしても練習場でそのイメージが作れません。何かいい練習ドリルがありましたら教えてくださいとのことです。それでは竹内プロよろしくお願いします。皆さんこんにちは。それでは早速本日のお悩みを解決していきたいと思います。本日のお悩みはダウンスイングから左足が逃げてフィニッシュでうまく立てられないということでしたので、こちらのお悩みを解決していきたいと思います。本日行っていただく、練習ドリルなんですけども、まず左アドレスしてもらって、左足のちょっと前の方に、中心よりも少し前の方にクラブマットと、足のところにクラブを挟んでいただきます。このようにフェイス面はこのようになるように構えてください。例えばこれが前にあまり出てきてしまうとクラブが当たってしまいますので、体お尻よりも後ろにこのグリップが行くようにセットしてください。今このクラブはサンドウェッジを挟んでいます。これで実際に打っていただくんですけども、構えてもらっていいですか。例えばバックスイングを上げてダウンスイングで左足が流れるような動きになれば、シャフトは後ろに向いていってしまいます。もう一度、ここでバックスイングをして、例えばつま先が浮いてしまってこのような形になってしまう人はシャフトが倒れてしまいます。このような動きは、左足の流れが出てしまい、フィニッシュでバランスを取ることができない NG な動きになってきます。ここでしっかりとしたフィニッシュを取るために、まず左足の踏ん張り、体重のかかり具合というのを考えていかないといけないんですけども、バックスイングをしてダウンスイングをしていきます。ここでフィニッシュに向かって下半身を回していきます。この時にしっかりとこの高さがなるべく変わらないように、先ほど作ったポジションとシャフトが変わらないようにスイングをしていきます。それでは実際にここのポジションで踏んでいただき、この高さがあまり変動しないようにショットをしてみてください。今のは少し左の足、膝が流れてしまいましたので、ヘッドが少し倒れて後ろ側に行ってしまいました。もう一度お願いします。 OK。 ちょっとシャフトをそこでチェックしてみてください。このようにほとんど変わらない状態で今シャフトが作れています。このように自分で練習する際にクラブをマットと足に挟んで作ってもらうことでフィニッシュのバランスは取れてくると思います。またチェックもすることができますので、ぜひおすすめします。では本日のレッスンを以上で終わります。